はい始まりまりした給与明細チャンネルです今回は食品製造業で6年間勤務されている方の給与明細書を見せていただきました仕事に必要な資格やスキルなどは特にないそうですで年収の方が年間約270万円で勤務時間が月160時間プラス残業が月に1 2時間ほどあるそうです 次に実際の給与明細を見ていきます。次は実際の給与明細書を見せていきたいと思ったんですが、実際にもらっていたのが給与明細書じゃなくて、給与所得の源泉徴収票でした。年収がわかる紙ですね。この方は食品製造業6年勤務されていて、年収が276万8315円で、税金が84万、 4,802引かれていますで実際にもらっている手取りが年間で175万7600円となっています、えー、食,食品製造業、まあ、資格なしで働けるってのもあって若干6年目にしては少なめに感じるような給与となっていましたはい今回は以上で終わりますチャンネル登録よろしくお願いします